ディルク様。わかりました。よし。魔物が神殿に。ヘルムード、もう感づいたのか。フローラの言った通りじゃ。魔物がいる限り門は開かぬようだな。じゃあ先に進むには、ここにいる魔物を全部やっつければいいのね。それにもう一度門を開けてもらうには、女神像も守らなくちゃ。そのレバーを使えば、あそこの扉は開け閉めできそうね。行ってこい。
ってこい。
すぎちゃったかしら。この先が回転神殿のようですね。あそこへ行って試練を受ければ一族の力ってやつがもらえるのよね。しっ、誰かおるようじゃぞ。もしかすると敵かもしれない。ここは慎重に進みましょう。今から俺が完璧な侵入作戦を。その必要はないわ。姫様。おい、マーニャ、マーニャでしょ。アリーナ、あのクリフトまで。あんたたちどうしてここに。それはこっちのセリフですよ。マーニャさんがなぜこんなところで踊っているんです。それが私もよくわかんないの。え、どうやって来たのか全然思い出せないんだけど、いつの間にかここにいたのよ。で、誰も来ないし帰り道もわかんないでしょ。だから暇つぶしに踊りながら神頼みしてたってわけよ。ハンサムで大金持ちで世界を救っちゃうような勇者様が私を迎えに来てくれますようにね。嘘、もしかして勇者様。これだけは言っておこう。俺は金持ちじゃない。ハンサムってことは否定しないのね。この方はこれから試練を受けて世界を救うための特別な力を授かるんです。正真正銘の勇者様ですよ。どうしようかな。けどこのままここで踊ってるのも退屈でしょ。私たちと一緒に行きましょうよ。マーニャがいれば百人力だもの。姫様のおっしゃる通りです。マーニャさんほどの魔法の使い手ならば必ずや皆さんの助けとなりましょう。でもね、勇者様のそばにおられるのはなんとこの世界の国王様です。マーニャさんが勇者様を助け、あれで世界が救われれば、おそらく大変なご褒美をくださるのではないでしょうか。ん？わしは勇者ではないぞ。ハンサムなただの王様じゃん。やっぱりこれって運命的な子で、あ、じゃなくて出会いだと思うの。もちろん協力させてもらうわ。おさ、行くわよ勇者様。とっとと試練を片付けて世界を救っちゃいましょう。
煉獄斬り、煉獄斬り、煉獄斬り。気になってたんだけど、この世界にもカジノはあるのかしら。今のところ見たことないわ。ここにはないのかもね。やっぱりないか。煉獄斬り。がっかり。煉獄斬り、煉獄斬り。セクシービーム。ゼシカとマーニャはなんとなく似てるでゲスな。気が強くて魔法も強力で、どっちもどっちも美人でナイスバディって。そうね、なかなかいい勝負かも。あら、私にはそれに加えて踊りがあるわ。どんな動くも釘付けよ。へい、よし。ザコが何匹来ようが同じだ。へえ、なかなかのハンサムね。でもまだちょっと子供かしら。なんだ、用もないのにジロジロ見るの。そのひねた物言いも可愛いわ。唾つけとくかね。何をするつもりだ。妙なことを企んでるなら俺にも考えがあるぞ。どんなこと考えてるのか、お姉さん知りたいわ。教えて教えて。
するのね。ああ。